神話の時代、魔王と恐れられた男がいた。その名はアノス・ボルディ・ゴード。平和な未来を夢見て2000年後へと転生するために、勇者と和睦し遥かな未来へ。2000年後、アノスが転生した世界は想像以上に魔法が退化していた。そんな中、アノスの元に届いたのは、魔王の生まれ変わりと目されるものを集めて魔族の支配者を育成する学校、魔王学院デルゾゲートからの招待状だった。魔王学院の入学試験を受けることにしたアノスは、強大な魔力と多彩な魔法で圧倒的な力を見せつける。史上最強の魔王の始祖が暴虐の力を爆発させる。しかし、アノスの魔力が強すぎて数値化できず、不適合者の烙印を押されてしまう。誰からも格下と侮られる中、ただ一人親身になってくれる少女ミーシャと、彼女の双子の姉にして破滅の魔女サーシャと出会い、アノスは魔族のヒエラルキーを駆け上がる。大人気小説を完全コミカライズ。2000年の時を超え蘇った魔王が、偽りの魔王から世界を解き放つリベレーションサーガ。魔王学院の不適合者、史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う